こんにちは、チョメです。6年目第37章、ストーリーパート5分の1からやっていきます。後半に来ました。いろいろ探したけど、黒い子にダイブしてるっていう謎の人物はどこにも見つからなかったよ。つまり、今なら誰にも見られる心配がないってことだな。それじゃあ、時が満ちたってことだ。チョメがついに黒い子に入って、最後の乗られた部屋の手がかりを探す時が来たんだ。だけど本当に、部屋は子の中にあるのか？確信はないよ。だから潜って調査するんだ。ここにあることを示してくれてる手がかりがいくつかあったから。もう一度その手がかりを見直して、水中で何を探せばいいか確認しておくといいかもしれないよ、チョメ。いいアイデアだベン。お、ここでやる感じか。アイデアを見直す。星1個で合格1時間やっていきましょう。星1個で放置でもいいからね。多分ループにならないからどんどんやっていこう。ハグリッドがグリンデローは水中人に対しても攻撃的だって言ってた。なんかグリンデローが出てきそうだね。一つ前に入った乗られた部屋の中で手がかりと思われる水中人の槍を見つけた。トレローニーが淀んだ水に関する予言を言ってた。懐かしいなぁ。グリンデローが最近黒い子で攻撃的な行動を見せてるっていうのは前兆なのかもしれないな。集団できたら怖いね。黒い子はあんまり探索されてないから呪われた部屋を探しやすい。隠しやすいね。グリンデローと水中人がいがみ合ってるっていうのはなんか関係があるのかな？前回入った呪われた部屋で見つけた槍は黒い子と結びつくよね。黒い子は入るのは危険な場所だから呪われた部屋を隠す場所としてはもってもこいだ。グリンデローが怒ってるのは呪われた部屋から出ているエネルギーに反応してるのかも。あ、それでなんか変わってるって感じなのかな。お前がコイン入ることで水中人が怒らないといいな。ベンとかも性格が変わってるのってそういうことなのかな。ハグリッドがグリンデローは水中人に対しても攻撃だって言ってた。じゃあね、どんどんやっておきます。もう多分もうちょっとでこれで終わりかな。はい、コインをねゲットします。やっぱりどの手がかりも黒い子の中に最後の呪われた部屋があることを示してる。もっと言うと前回の呪われた部屋で見つけた槍も水中人に関係があるから水の中を指し示してるよね。でもハグリッドが言ってたことが本当なら敵意むき出しのグリンデローに襲われる可能性は大きいよ。それから水中人も襲ってくるかもしれない。グリンデローに悩まされてるならいつもより神経質になって気が立ちやすくなってると思う。やっぱり気をつけないことがいけないことが多いな。君自身はどうなの？黒い子に潜って時に一番気をつけなきゃって思ってるのは何？チョメ？怒ったグリンデロ、神経質な水中人、全く心配してない。わかんないな。グリンデロがなんか怖そうだね、今のところ。怒ったグリンデロが一番怖いよ。だけどそんなことで怯えていったら最後の呪われた部屋を見つけることはできない。石像の呪いがまだ学校で猛威を振るっている時にだな。あの水中に住む魔法生物の群れを怒らせずに済むならそれが一番だと思ってるけどな。お前は勇敢だな、ジョメ。でも本当に僕も一緒に行かなくていいの？僕も口頭呪文を使えるんだよ。後藤ね。僕もバーナビーと同じ意見なんだ。あんまり人数を増やしても水中人の領域に入った時に彼らを刺激するだけだと思う。Rは呪われた部屋を見つけるためにホグワーツにスパイを送り込んだ。スパイを見つけるために怪しい人に話を聞いたけど、まだスパイが誰かは判明してない。だから君は僕たち二人で見張りをしている方が安心して調査できるってことだね。分かったよ。スパイが現れたら何とかしてそいつの気をそらしておくからな。なんかバーナビーとベンが戦う気もしてきたな。どうなんだろうね。それか僕たちの魔法で懲らしめてやるよ。それじゃあ行ってくるよ。宝刀呪文を唱えて黒い子に潜る。これは前復習したやつですね。エラ昆布持って行った方がいいと思うけど、ちょっと着替えた方がいいかな。このぬいぐるみはちょっとまずいだろう。頑張ってね、チョメ。くれぐれも油断しないでね。水着とかないね、そういえば。黒い子を探索する。スパイが見てないことを確信できるまで水中に潜らない方がいいよ。4時間待ちですね。黒い子の水面下やっていきます。おお、すごいね、入ってきたよ。服装も見て、こんな感じだけど変えてみた。ちょっと水着っぽい感じ。左は何もないね。すごい神秘的だ。わ、興味深い。こんな場所今まで見たことないぞ。
だからこそ最後の乗られた部屋を隠すのにこれ以上の場所はないっていうのはうなずける。すごく暗くてよどんでいる。何もかもが古代から存在するって感じだ。なんとか手がかりを見つけないと。あ、なんかいるよ左上。お、槍がある。あれは槍か。前に入った乗られた部屋で見た槍と似てる。キョエーキョエー。なんか変なのが来た。待って、待ってくれ。君たちに危害を加える気はないんだ。キエー。どうやら何を言っても無駄みたいだな。だけど本当に戦いたくないんだ。探し物をしてるんだよ。危険なものかもしれないんだ。キエー。危険、わかるか？イエー。仕方ない、決闘だ。450ゴールド、推奨される属性レベル37、37、36です。多分一発で勝っちゃうから、私は薬を飲みます。そして相手の攻撃モーションを見るという。こんな感じ、槍で攻撃してくる感じですね。ここで失神してくれたら助かるんだけど。で、これでね、エピスキーとかを使うことによって、次のターン行くことができます。ただ、こればっかりやっても、相手の、なんて言うんだろう、槍をね、投げるやつしか見れないので、ちょっと、ここは賭けで他のやつを選んでみます。あー、勝っちゃった。これはないよね、なんも。なんだったら全然減らないんだ。そこそこ失神させる可能性がある。あの小瓶投げがないんですけど、はい、インペディメンタにするか。これが確かダメージ少ないと思うんだよね。そこそこ。ただ相手が失神したら悲しいということで、わーマイナス3 2ターン失神する。こんな感じに勝っちゃったけど、やっていきます。相手の攻撃モーション1回見れたのはいいね。水中陣ゲット。今のは危なかった。ちょっと一息つきたい。と思ったけど、彼女の方も一息ついてるかもしれない。つまり今のうちに黒い子から出よう。仲間が来るんじゃない？大丈夫？船小屋に行く。スパイの姿はないよ。今すぐ船小屋に会おう。これいつでも入れるようになってるのかな？水面下。おお、いいね。まあ、いなくなってる。船小屋にやってきました。ベンとバーナビーがいる。水中陣と決闘したなんてすごいじゃないか。スリリングだっただろうな。いや、怖かったって方が強いかな。君自身は黒い子でのことをどう思ってるちょめ。スリリングだった。怖かった。いや、怖かったよ、正直。正直、すごく怖かったよ。新しい魔法生物とはもっと平穏な状態で出会いたいな。それから、この中はすごく古くてよどんでて不気味だった。君が無事でよかったよ。そんな状況でも高等呪文の効力が切れることはなかったし。確かにね、攻撃された時ね。最後の呪われた部屋を探す時間がもっとあったらよかったな。水中陣と決闘したせいで調査する時間がかなり短くなっちゃったよ。こんなことしてる場合じゃないのにってすごくもどかしかった。だけど結構長い時間潜ってたと思うぞ。だからなんか目についたものがあったんじゃないのか。うん、何を見たのか全部教えて。最後の乗れた部屋があることを示すものは何か見た？もう一回後で見てみるか。何回も見れるからね。水中人との遭遇を振り返る。星3個で合格。3時間やっていきましょう。ループになったらもう星3で放置でもいいかもしれないね。水中の雰囲気からして乗られた部屋が隠されてるそうだったよ。乗られた部屋があるってことを示すものは何も見つからなかった。でも槍は見つけたけどね。水中陣が襲ってきたなんて残念だな。押し続けて最後の乗れた部屋に R よりも先にたどり着かなきゃ。もうこの際どんな手がかりでもないよりはマシだよ。黒い子の中はすごくよどんでて物悲しかったよ。水中陣はただ怖かっただけって可能性もあるよ。そうなんだよね。いきなりチョメが見慣れないやつが来たっていうのがね、わかるよね。威嚇してくるよな。あの子の水はすごくよどんでるだろうなってずっと思ってた。この中で槍を見たよ。前に入った乗られた部屋で見たなと言ってた。乗られた部屋はこの生物に影響を及ぼしてるのかな。
水中の雰囲気からして乗られた部屋が隠されてるそうだったよ。じゃあね、どんどんやっておきます。水中人が襲ってきたなんて残念だな。放置してました。星3個以上で合格です。ゲット。黒い子は暗くてよどんだ場所みたいだな。呪われた部屋を隠すには最適だ。僕たちの予想通りだ。これといった手がかりは見つからなかったけど、君が見た槍は結構有力じゃないかな。なんかの目印になってるとか。本当に他には何もなかったの？小さな洞窟がいくつかと岩がたくさんあっただけだよ。すごいなんか老けてる感じだな、チョメ。それなのに最後の呪われた部屋は絶対あそこにあるって今まで以上に確信を持っててるんだ。その槍を見たからか？どっちかっていうと直感だよ。水中人の縄張り意識が高いんだったら、今すぐまた黒い子に潜るのは危険だよ。水中人は知性の高そうな生物だから、お前が危害を加えに来たんじゃないってどうか理解してもらえる必要があると思うんだよな。彼らをなだめて、お前の訪問は平和的なものだってことを知らせる方法があるのかもしれない。バーナビーの言うことは一理あるよ。子に戻ろうにも僕たちは水中人のことを知らなすぎる。それじゃあ彼らについて調べに行こう。図書館とかかな。水中人の領域に安全に入るにはそれしかない。ああそうだな、チョメ。 R よりも先に最後の呪われた部屋にたどり着きたいなら水中人の協力を仰ぐのが一番だ。だけど水中人に一番詳しい人って誰だ？ハグリッドとケトルアン先生か。水中人がグリンデローから被害を受けていることを教えてくれた。それじゃあまずはその二人に話を聞こう。そうだな、よし、ハグリッドの庭に行くぞ。さあ、待ち時間はあるのでしょうか。ハグリッドの庭に行く。あなたのメッセージを受け取ったわ。授業が終わったらハグリッドの庭で話しましょう。3時間待ちですね。